皆さんこんにちは。作曲家シンセサイザー奏者の西村直樹です。今日も西村ピアノアカデミーからお送りしています。今日2022年3月14日月曜日、今日の通販の言葉は大きく時代が動き始めます。大きく時代が動き始めます。そして今日の BGM はピース。西村直樹は1988年高野山を出発点にして世界の平和と鎮魂の旅、世界88カ所音楽巡礼の旅に出ました。そして訪れた地、そのイメージで作った曲でもあります。今日はこのアルバムの中からブランデンブルグ門をお送りしています。ドイツが東と西に分かれていて、そしてそのベルリンの壁がちょうどその境であった、境界線でもありましたが、それが取り外された年に行きました。1990年3月に行きましたが、壁はまだしっかりと残っていて、西から東ベルリンの方には1日パスポートをもらわなかったら行けませんでした。世界の平和のために東と西が一つのドイツになって頑張ってほしいという、そういう応援歌のつもりで作りましたブランデンブルグ門です。それでは今日一日が皆様にとって素晴らしい一日でありますように。